CD を出した気持ちです。ありがとうございます。僕ら呼んでもらったり、まあ、CD そこに置いてるんで、まあ、それよりもダブルでめでたいことがありまして、今日の日、今日は特別な日で、10月2日は豆腐の日って知ってましたか、皆さん。豆腐を食べよう、そういう日だと僕は思ってます。大豆から精製された豆腐はすごい栄養たっぷり。豆腐の角で頭を打って死んでしまうこともあるかもしれない。それはいや、そのままでは多分豆腐というのはあれ無理だな。ロックンロールという冷凍庫にそれを入れる、固まってカチンコチンになったやつをバチンって言ったらもう最高だ。ありがとう。そんな感じで、今日は一発目からいろいろ番組させてもらってて、もう最高、もう真空管のところちゃうな。高知のサンドに恋をして20代最後の夜をここで過ごさせてもらうわけですけど、そんな感じでちょっとだけ喋らせてくれ。高知へ、金目の高知へ、ロックンロール一番高知へ、ここにいる、お前は絶対に負けない。